はい、エンパスなチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。エンパスのゆうすけです。いつも動画をご視聴いただきましてありがとうございます。今回は各ねスターシート、スターピープルの特徴っていうのを動画でもまとめてたり、エンパスのウェブサイトでもまとめているものがありまして、今回ですね、今までここにシリウスはとかオリオンはとか書いてあったアルクトゥールスはみたいな感じになってたものを一つにまとめているものがありますので、この一つの質問に関して他の星のそれぞれの特徴を全部読み上げていきたいと思います。そうするとどういう特徴を持ってるかっていうのを比較できるかなと思うので、ぜひこれはですね、以前自分が高次元に聞いたもののまとめになっておりますので、他の情報とかとね、また独自に違う部分もあったりはするかもなんですけど、ぜひ参考程度に聞いていただければななんて思います。では早速お伝えしていきたいと思います。で、今回の質問内容なんですけど、どのような特徴を持っていますかと聞きました。で、その中で今回まとめてあるものたちがなんですけど、シリウス星人、アンドロメダ星人、アルクトゥールス星人、プレアデス星人、リラ星人、ベガ星人、オリオン星人、アルデバラン星人となっております。で、順々に読んでいきたいと思いますので、そのね動画のまた目次もつけておきますので、ポンポンポンと見ていただければななんて思います。簡単にシリウス、ポー、アンドロメダ、コーみたいな感じでさらっとやってきますので、さらっと見れるような感じにしておきます。ではまとめてパパッとお伝えしていきたいと思います。まずシリウス星人、どのような特徴を持っていますか。何事においても感情より知識を優先する傾向が強い。で、次がアンドロメダ星人、どのような特徴を持っていますか。独特な感性を持っていて、その感性に何よりの自信を持っている。次、アルクトゥールス星人、どのような特徴を持っていますか。アルクトゥールス星人は知識の倉庫である。宝庫次、プレアデス星人、どのような特徴を持っていますか。プレアデス星人は感受性豊かである。次、リラ星人、どのような特徴を持っていますか。繊細である。些細なことも気になる。そうですかね。次、ベガ星人、特徴は何ですか。ベガ星人はとても気さくな傾向にある。次、オリオン星人、自己という個体を大事にし若干執着もあり、自身にも厳しく他人にも厳しいのが特徴。最後、アルデバラン星人の特徴、人間という存在に興味を惹かれやすい、見ず知らずの他人にさえも常に興味を抱いてしまうだろうということです。なぜこのね星人たちをピックアップしてるかっていうのは、なんとなく直感みたいな感じということで、詳しく見たい方は他の星人も含め動画もありますので、ぜひよかったら見ていただければななんて思います。ということでね、内容をですね、いろいろ軽くライトな感じで短い時間で見れるような動画もどんどん上げていきたいなと思っていますので、このまとめみたいな感じも一環として届けさせていただきました。ということで、この動画がいいねと思ってくださった方、いいねボタン、あとはチャンネル登録よろしくお願いいたします。では最後までご視聴いただきましてありがとうございました。エンパスのチャンネル、エンパスのゆうすけでした。またねー。